はい、おはようございます。いきなりなんですけど、僕このクリプトっていうキャラクターが、すごい好きでね、今回ねこのクリプトを使って、ペクスやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。他の味方は一体どういった、レジェンド使うかな。あー、ミラージュですね。クリプトとミラージュってね、物語上ですね、まあ、仲がいいようで悪い、なんかこうライバル関係、なんて言うんだろうなんて言ったらいいかは難しいんですけど、まあなんかあの他のキャラクターよりかはちょっとだけ仲いいのかなみたいな、なんかそういったね、なんかこう2人だけの限定のなんかこうやり取りとかがね、見れたらいいななんて思いますけども。さあ、ジャンプマスターということで、じゃあ僕のちょっと好きなとこ行っちゃおうかな。よし、じゃあ行きましょう。あそこのなんかこうよくわかんない、なんかワームホールみたいなのがあるところの下あたりにちょっと行きたいんですけども、ちょっと敵もいる、あーいるね、敵いるね、いるね、あたくさんいるわ。あ、下に入るかな。ちょっとしょ最初に落ちて何もできないまま終わるのだけは嫌やけど、まあでも最初は着地は大丈夫そうですね。OK です。じゃあアイテム集めていきましょうと思ったけど、いやもう早速いるんかーい。あ、いるわ、いる、いる、いる、いただやりに行きましょう。じゃあちょっと早速逃げたな。 OK ダウン。そこよし、1枚ダウン、ナイスです。確かあそこの下に敵いましたね。ここだね、いるね、いる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 、います、います。まあクリプトっていう、まあレジェンド、まああのスペシャリストの、まあちょっと紹介なんですけど、まあああいう風にねドローン出すことできるんですよね、こうやって。でドローン見つけて敵の位置わかるよーってできる、そういうやつそういうやつです。うう、弾がないっす。一旦引いてもいいかな。ちょっと武器拾いてえな。ちょっと一応ドローン張ってるんで、敵が来てもすぐ分かるようにはなってはいますね。さてと、もう文句は言わないだろ。文句は言わんよ。あ、辛いね。突撃しちゃおっかな。オッケー、ナイス。ノックダウンです。敵の位置バレたくないんで。ナイス。まずい、たまない。いいよ。ちょっと弾欲しいですね。弾がない。うん、弾がない。ライターも弾あるよね。ある。ガスも。よし、レスキュー。オーケー。まああのクリプトって基本的にその、ドローン飛ばすのが役目なんで、戦闘の時に何か役に立つかっていうとそういうわけでもないんですよね。なんでまあちょっと戦闘は結構自分の力が試されるみたいなねはありますけども、まあでもなんとか突破できましたね。さあ早速やっていきましょう。いる、いる、いる、いるよ。おらとりあえず撃つだけ撃ってどうしようかなって感じですね。とりあえずシールドセルを1個使わせて、はい、撤収、熱。うーいるな、あそこ何人いるかなって感じですよね。ちょっと一旦コラドロー、こちらにロス1部隊あそこのみですね。さあちょっと今見えた感じだとレブなんとかもしれないけども、いるよね、中っすね、ここっすね。あ、2枚いるわ。あ、部屋の中にも3枚っすね、3枚いるね、3枚。よしよし、 OK だ。 OK です。てか別部隊も来てんのかな。ちょっと攻撃行こうぜ、行こうぜ、せっかくやけど行こうぜ。いいね、ドローンを呼び戻す。あ、危ない、ドローンが壊されるとかやった。あそこでももう一体いたな。ぬいーん、ここですね、ここだね。うん、撃たれてる。あれは抜けないよね、あの角度はね。ただ抜けないもんね。行くんだ。あ、ドローン壊されちゃったな。壊
されちゃったんやったらちょっとまだ行きたくないな。カースティック見つけた。ゆっくり行きたい。俺何もできないからな基本。はい、ダウン。オッケー、オッケー。ダウンさせたんやったら多分味方蘇生しに行くでしょ。それそう、俺だったら行く、俺だったらそっちに行く。だからそれを考えて、ん？待って、コースティック無理だな、それ下げられた。バレてた？バレてないね。もう一度行きたいな。ちょっとドローン待ってくれ。それ確かそっちに行ったろ今。あ、今別部隊か。ダメだ。そこに、待って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 、落ち着け落ち着け落ち着け。あそこにいるんだよ、あそこいるんだよ。中だろそれ。ちょっと待って、援護行きたい。ダウン。コースティックどこ行った？コースティックどこ行った？コースティックがいない。別部隊いた。出した。そしてお前だー。あ、弾あったんね。一旦逃げて。なんか動いてる、なんか動いてる。ナイス、ありがてえ。味方ナイスよ、ナイスナイス。お、何もやってないけど何もできないけど、やっぱ突撃するときにねリブートしたいですよね本当は。でもちょっとなかなか野良にしてはうまくできた方かもしれないですね。よっしゃったぜ、役に立つ、よかった。ん、敵のドローンだ。見える、見つかったな今。同じ敵にクリプトがいるぜ。リブート発動やられたってことは来るな、どっかから来る。壊されちゃったもんな。何の音？上か？違う、ケアパケか、ケアパケの音だ。よしよしよし、ちょ落ち着いて。敵のクリプトが来てるはず。どこだ？あれ、そこだ。あの位置はなかなかエロいとこにいますの、あいつらは。違う、よ、あそこですね。あそこは行かなくてもいいでしょ。飛んできたね。じゃあまあ、オッケー。じゃあまあ、待て待て。投げ物はまだ早いかな。今かな投げ物。開いた瞬間投げ物できますよ。火柱を出すことができるテルミットというクレネルでございます。撃ち合ってるんだ、そこ。いけるか？さあ、EMP リブートいきますか、これ。リブート。あー、くっそ！当たんね、当たった！あと2部隊、あそこだけだ。いっていいか？ちょっと待って。落ち着いて、落ち着いて。敵だもん。映ってるな、まだ。あそこか、オッケー、あそこだな。オッケー、ゆっくり行くぜ。はい、そこ後ろ回ってるよ俺。はい、やったー、イエス、 You're a champion。 やったね、ありがとうございました。いやー、最終局面のクリプトマジで強い、楽しいありがとうね、みんな、みんなありがとう、みんなありがとう。はぁ、よかった、勝てて。まあ、たまにはね、不定期ながら Apex の動画も上げれたらいいななんて思ってます。では、ご視聴お疲れ様でした。また会いましょう。